速稼塾の久保です。私はね、今隠居してるんですけども、家族もいるんですよ。で、この順番なんですけども、隠居して家族がいるのと、家族がいる状態で隠居するのと、これね、だいぶ違うんですよね、やっぱり物事には順序があって、こっちから始めるとうまくいかないのに、こっちから始めるとうまくいくことってあるんですよね。そう考えていくと、私は常々思ってるんですが、投資事とかね、 FX もそれに含まれるんですけども、投資事をいきなりやっちゃうとやっぱりね、失敗するんじゃないかなと思うんですよ。あの、金持ち父さん貧乏父さんの中に、4つのね、ポジションの話があるんですけども、まずはあの労働ですよね。労働でお金を稼ぐってことをやると。で、労働でお金を稼いで資金ができたら、スモールビジネスをやっていこうっていう S のポジションがありますよね。で、スモールビジネスで利益を上げることができたら、それを工夫してね、今度は外注するとかね、人を使ってビッグビジネスにしていくということがありますよね。で、ビッグビジネスができて、そこで余剰資金ができたら、インベスター、投資になるということですよね。この順序を耕えて、インベスターから行こうとしても、やっぱり基礎ができてないとダメなんですよね。資金が一気になくなって終わりだと思うんですよ。で、私ね、今までずっとね、自分の人生を振り返って、そして、このビジネスっていう世界とかお金っていう世界で、いなくなっていく人の例を見て、そして、君臨する人の例を見て思うんですけども、お金がない人が、初期費用がかかるようなビジネスをやると、かなりリスクが高まるし、大体アウトになりますね。ですんで、投資事っていうのは、ある程度のまとまった資金というよりも余剰資金が必要なんですよね。ですので、余剰資金のない方が生活費を切り詰めてやってしまえば、それは精神的にも良くないですし、すぐに無理が来るんですよね。例えば生活資金が突発的な事情でちょっとね、いつもよりも 50% 余計に必要になっちゃったってことになると、投資がストップするんですよ。また投資で資金を失ったら、その追加費用っていうのは生活資金のうちのさらにね、それを割いたものを取っていかなければなりませんので、生活に無理がくると。で、家族を抱えた状態でそれをやると、まさにね、子供のミルク代を投資の世界に持っていくみたいなことになって、かなり危険なんじゃないかなと思うんですよ。で、ネットワークビジネスはね、ある意味ね、これはね、投資ごとに含まれる分が多いかなと思います。ビジネスが得意な人がネットワークビジネスをやると、これはね、投資ではなくて、かなり技術力になると思うんですよ。例えばプレゼンの能力が高かったり、インターネットを使った情報発信の能力が高ければ、ネットワークビジネスっていうのはものすごく効率的な仕事になるんですよ。労働になるわけですよね。でも紹介はできない、喋るのは下手で、人に何かを勧めること苦手っていう人がネットワークビジネスやると、完全にこれは投資ごとの、しかもね、分の悪いギャンブルに近い投資になっちゃうんですよね。というのが、初期費用ボーンと払って毎月経費がかかって、さらにアクションがないわけですから、ね、それはプラスになるアクションが少なくて、マイナスになる要素が多ければ、負け投資、ギャンブルになっちゃいますよね。負ける確率の高いものになりますから。ですね、私今思うんですけども、ビジネスをやるのは必須なんですよ。投資の前にビジネスなんですよね。で、そのビジネスをやるときに、初期費用がかかるやつをやっちゃダメだと思います。初期費用がかからないビジネスからやって、リスクをなるべく取らないようにして、で、余剰資金で投資ごとなり、初期費用のかかるビジネスをやる。これの順番だと思うんですよね。で、初期費用が溜まってからビジネスをやりますみたいなね、方もいますけども、選択肢としては、初期費用のかからないビジネスを一番最初にやるということになるんじゃないかなと思うんですよ。私がね、ビジネスを始めた頃って、それができなかったんですよ。インターネットの発達がなくて。何をやるにも初期費用がかかったんですよね。でも今、そんな時代じゃなくって、お金のかからないところから、お金を生み出すことが十分できるんですよね。例えばね、自分の知識をお金にするとか、自分のスキルをお金にするとかってことを、これ誰にでもできるんですよね。だから自分が社会の底辺ですよって言ったら難しいですよ。でも必ず自分が誰かに
伝えて役に立てることってあるんですよ。だからそこがお金になるんじゃないかなと思うんですよね。コンサルティングとか指導とかアドバイスとかね、全てお金になると思うんですよ。これをできるかどうかじゃないかなと思うんですよ。逆にですね、大きな失敗をしてしまった人とかマイナスすぎる人もこれ実はね学びになるんですよね。まあそうですね、ホームレスになったらどうやって仕事を探すのとかね、ホームレスになったら日々どうやって物を食べていくのとか、公園に住んでる時その公園は郵便物が届くような住所になりうるかとかね、ホームレスの中でのヒエラルキーね、上下関係はどんなものかとかね、いろいろとあるんですよ。そのホームレスとか貧困をまとめた書籍が売れてみたりとかするってことを考えると、まあそういう立場でもお金になるんだなってことですよね。で、吉田さんはね FX10 年単位でっていうふうに考えてますけども、多分10年はかからないと思うんですよ。10年かからないけど10年かけるつもりでやった方がいいかなと思います。私の場合は3年かけるつもりで、3年を棒に振るか身になるかどうかっていうところで、えいやとね、そういう意味では取り組み方は投資とかギャンブルに近いんですけども、その投資やギャンブルの勝率を上げるためにコツコツやっていけば、一つずつものを覚えていけばいいっていうことになるとすごく単純なんですよ。競馬とか競輪とか競艇とかっていうねものは、コツコツやったからといって、じゃあ自分のね知識とか見識が結果に結びつくかっていうと、なかなかそうはいかないですよね。だって自分以外の人がレースしてるわけですから、なかなか難しいと思います。でパチンコもね、スロットとかもね、私パチンコ屋スロット屋も経営してたことから言うとですね、やっぱりね経営者側の、作為というか操作ってあるんですよ、台に対して。まあですんで、お客さんの技量だけで、お客さんの、努力だけで勝ち切ることは難しいですね。結局は店の意向になってきますね。まあだからやっぱりね、お金の初期投資のかからないビジネス、情報発信ビジネス、これをやることだと思います。それが今日のまとめです。じゃないとやっぱね失敗しますね、お金がかかるビジネス。付け加えるとね、情報発信ビジネスみたいな初期費用のかからないビジネスができない人がネットワークビジネスをやるべきではないと私は思います。ネットワークビジネスで紹介してもらうのが得意な人って、そんな人の商品ねアフィリエイトみたいに売るんじゃなくて、自分で作った商品売るところから第一歩始めて、でリスクヘッジとして商品作る必要がないネットワークビジネス、サポートする必要のないネットワークビジネス、責任を取る必要がないネットワークビジネスがいいんじゃないかなと思いますね。私もその順番で来ましたんで、最初はネットワークビジネス全くやらなかったんですけど、発信力がついてきて YouTube を通じてネットワークビジネスをやるふうにしました。で YouTube で実績ができるからこそ、リアルのネットワークもネットワークビジネス紹介も楽にできるようになったかなということですね。じゃあ本日は以上です。